エディンバラ・オブ・ザ・セブンシーズは南大西洋に浮かぶトリスタンダ・クーニャ島にある唯一の集落。人口は約250人。イギリスの海外領土、セント・ヘレナ・アセンション及びトリスタンダ・クーニャを構成する3つの行政区域の1つトリスタンダ・クーニャの成長所在地でもある。この集落に最も近い定住地は北に 2173km 離れた場所にある。 セントヘレナであり、世界で最も孤立した村であると歌われている。エディンバラと略称されるが、島内では単に村と呼ばれる。海と山の間のわずかな平地にエディンバラはある。トリスタンダクーニャ島は、クイーンメアリーピークを中心とした、面積98平方キロメートルの火山島である。島の海岸線は断崖絶壁からなり、平地はほとんどない。 しかし島の北西部には5平方キロメートルほどの狭い平地があり、その北端にエディンバラの集落は位置している。エディンバラは島で唯一の集落であり、すべての島民がここで暮らす。港や成長警察署、教会、学校、病院、郵便局、喫茶店、ロブスターの加工工場などが揃っている。この集落の名は、 ビクトリア女王の次男エディンバラ公をアルフレッドにちなんだものである。1867年8月、エディンバラ公はガラペア号の司令官として世界一周の航海を行う途中、この島を訪問した。島民の長であるピーター・グリーンはこれを記念して集落の名をエディンバラ・オブ・ザ・セブン・シーズとした。1961年には集落の付近で火山の噴火があり、 住民すべてがイギリス本国に避難する事態となった。この時の火山活動では、玄武岩室の溶岩の流出によって、加工工場が被害を受け、また港として使われていた、ビッグビーチ、リトルビーチが破壊された。しかし、島民の住宅や水源は無事であった。1963年、島民は島への帰還を果たし、エディンバラは再建された。 カルショットハーバーの防波堤1967年に建設された港はカルショットハーバーという名で呼ばれている。これは前島避難時に島民たちが生活をした英国本土イングランドハンプシャー州の港町カルショットにちなんだものである。ただし外洋航行船やヨットを着岸、収容することはできず、島病地に停泊した上で乗客や貨物の積み下ろしを 地元の船で行う必要がある。島には二つの教会堂がある。ストリートメリーズチャーチは聖公会の教会堂で1923年に開設された。なお、教会堂ができるまでの集会は、島民の町の家や島で最も大きな家屋で開かれていた。教会堂は、 島の典型的な建築様式で建設されており、島の業界岸で作られた霧妻壁を持つ。境界の鐘はナンパ船から得られたものである。ストリート・ヨゼフ・エス・チャーチはカトリックの教会堂で1983年に建設され、その後2005年に再建された。欠片の気候区分では西岸海洋性気候に属する。ABC ザトリスタンダクーニアセトルメントオブエディンバラザトリスタンダクーニアウェブサイトザトリスタンダクーニアガバメントザトリスタンダクーニアアソシエーション2015年4月25日閲覧 c a l s h o t h a r b o u r,、d r I、s t r s t a n d c c o m h a t h, c h, c h e t t c u h u r c h e s o f t r i s t a n t a c u n h a dash t r i s t a n t c dot com カットクライメイトデータクライマ,ーテ,ーライマテンプインフォ2012年1月12日閲覧ありがとうございます